別腹。マネーの虎。こんばんは、吉田栄作です。その美少年はかつてSMAPのバックダンサーでした。その美少年は5年前にジャニーズジュニアを去りました。当時の週刊誌はそれを大きく報じましたが、そんな美少年がなぜ今金が欲しいのか。まさか元ジャニーズジュニアがこのマネーの虎に現れようとは思いませんでした。それでは次の志願者を呼んでみたいと思います。どうぞ。失礼します。どうぞ。元ジャニーズジュニア。元ジャニーズジュニアがなぜ金を欲しがる。お願いします。お願いします。お名前をどうぞ。はい、尾身和樹です。年は21歳です。よろしくお願いします。尾身さんでよろしいですか。はい、尾身です。尾身さん。はい。尾身です。尾身さんです。はい。尾身和樹、覚えているだろうか。4年前写真週刊誌を騒がせたあの出来事を、当時16歳であった尾身は滝沢秀明らと共にジャニーズジュニアのメンバーとして輝かしいアイドル街道をひた走っていた。しかしこの一件をきっかけに身を潜めることに。悔しい部分とかあるじゃないですか。ジャニーズジュニアを脱退。その過去にあの虎が興味を示した。僕ね、元ジャニーズの AV 男優が欲しい。AV 男優になれば金を出すというのか。ではその一部始終を見よう。いくらを希望しますか。はい、今回僕が希望する額は254万円です。254万円ですね。はい、はい、そのお金の使い道は。はい、オリジナルブランドを作ってショップを出したいと思っています。独自のオリジナルブランドショップって今おっしゃいましたけど、はい、何をオリジナルブランドショップというものなんでしょう。アイテム的には、服、カジュアル的な服ですね。今僕と同じぐらいの年の、年代の男性女性に対してそうですね、T シャツ、パンツ、あとはキャップ、リストバンドなどいろんなものを作って販売したいと。誰が作るもの。僕はデザインを。あなたがデザインする。はい。実は尾身のファッションセンスには定評があり、ファッション雑誌にコラムを掲載するほどである。彼はその実績を生かしオリジナルブランドを立ち上げたいという。もともとは何をやられてたんでしょう。もともとは、13の時にジャニーズの方に入りまして、それから、芸能活動というかそういうことはしてました。いつまでやったの。16までですね。3年半ぐらいですね。3年半ぐらい、はい、4年前の「フライデー」に乗ったんですよ。タバコで。はい、ご存知ですか。ああ、何人かあれで辞めさせられたよね。はい。ということは事務所をクビになったわけ、結果としては。はい、そうなってます。うん、実際僕の場合はその前に宣告はしたので、辞めたいというのはもう。辞めたのはなぜ。歌をしたかったんですよ。うん、歌をメインに活動したいなと思いまして、フライデーに乗ったってことはもうギャラ稼いでたってこと？そうですね、大体年間でくぐらいじゃないですか。それは多い方だと思います。うん、そうなんだろうね。年間ってことは結構活躍してたってことだね。そうですね、まあ、テレビ番組に出演したり雑誌など、あとはまあコンサートのツアーのバックをやったり。バックで踊ることが中心だったんだ。はい、そうです。で自分は歌が歌いたい。はい。ジャニーズってそのデビューする時には当然歌が歌えるわけでしょ。はい。そこまでは行きつけないなというふうに自分で思った。いや、というよりその、系統が違うなと。系統が違う。はい。どんな系統だと自分がやりたいのは？僕はもうロックが好きなんで。うん。ロック難しいもんね、ジャニーズじゃ。今何なされてるんですか？今ですか？今ホストやってます。ホストやってるの？はい。ホストの方がよっぽど儲かるよねって思うじゃないですか。うん、実際違うんですよ。いくらぐらいもらったの？月に一番多い月で60ぐらいなんですけど。いや、今は？今ですか？先月はゼロです。ゼロ？はい。元ジャニーズっていう肩書きはホストやってる分にはさ、メリットとして働くんじゃない？でかいですね。でかいよね。はい。ゼロは仕事じゃないじゃないですか。なんでゼロなの？ごめん、下世話な話で。いろいろまあ罰金とか。罰金っていうのはどういう時に発生するの？うん、遅刻とか無断欠勤とか。まあそのキャバクラとか行ったことありますか？ないですか？あります。そこでまあつけとかかけっていう言葉がありますね。で売りかけで女の子が逃げちゃったって。はい。それでまあその分まあ自分が肩がかぶるってこと。はい。払ったという。はい。なんで追っかけないの？後々怖いっていうのもありますし、あとはその追っかける手段がなくなったっていうのもありますけど。働いた代償を求めるってことはプロの基本だと思うんですよ。はい、要はあなたはプロじゃないんですよ。やっぱり債務だからね。あなたの将来の夢って何なの？夢ですか？うん、夢は今回この「福屋」を出すっていう夢がもし叶えば福屋でずっとやっていきたいと思ってます。 なぜそんなことをやろうって思い出したの？そうですね、まあもう僕も今年21になったんで。下積みからやろうって気はないの？服飾の学校に通おうとか。はい、まだまだ全然間に合う年なわけじゃないよ。はい、学校に行って勉強したからといっていいものが作れるかって言ったら多分違うと思うんです。うん、僕の考えですけど。うん、最も今尊敬するデザイナーって誰？それはないですね。日本にはいない。はい。日本じゃなくてもいないです。ということはあなたの話を聞いてるとね、はい、世界中のデザイナーで尊敬する人がいない、憧れる人がいないで、経験も積まずにいきなりデビューしたい、はい、ということはもう逆に言うとデザイナーの天才とかさ、そんなふうに思ってる自分で。そうです、まあ、天才とは思わないですけど。だって天才だよ、もう世界中のこんな高名なデザイナーがいるのにね、はい、それも尊敬しない。自信がなきゃね、はい、こんなこと思いつかないとは思うんだけれども。今日なんかサンプルを持ってきてるの？あ、はい。自分でデザインしたもの。はい、あります。その前に作ったことがある T シャツなんですけど、これがですね、一番まあ最近に作ったものなんですけど、まあ、これが前で、まあ、これが7月7日、まあ、七夕ですよね、に作ったんですよ。で、まあ彦星と織姫様が年に1回しか会えない日という意味で7と7をこうくっつけて、まあ、ここにハートをつけたんですけど、で裏にはまあ七夕らしく、まあ、笹の葉にまあ短冊をで、まあ、星はまあ天の川をイメージして。こういったの感性だもんな。もう一枚の T シャツ見せてくれない？あ、これですか？これがですね、僕の友達の妹の高校の学園祭で頼まれまして作ったんですけども、ダンスと歌をやるっていうんで「まあ、ライクはダンス」っていう言葉と、後ろにまあ1年2組なんで1年2組で、あで中は寄せ書きみたいになってる。はい、中はそのクラスの名前、クラスの子供。悪いけど、うわいいな、欲しいなって俺思わないけどな。それどれぐらい売れたんです？学園祭で。これは学園祭でクラスで来たもんなんで。売ったものっていうのはどれぐらい売れたんです？過去に売った実績は2日で250ぐらいですね。それはどのタイプの。それがこれですね。どこで、学園祭で？いや、これは普通に自分でやりました。どこで、普通にどこで？ジャニーズ辞めたばっかの頃にですね、自分でイベントやってたんですよ。イベント集めて、そういうとこで売ってました。いくらで？これが3000円ですね。3000円で、それありもの T シャツだよね。全然違うな。全然違う。有名になる要因って何だと思うの？どれだけこの服をプロモーションうまくできるかですね。宣伝する。それだけ？宣伝すれば有名になる。売り値は大体そうですね。 T シャツで1枚4800円ぐらい。いや、その根拠は何？まあ僕が自分で買うんだったらこんぐらいかなっていう。じゃあ原価が5000円したらどうする？いや、そのまあ質とか、あとは作りによりますけど、それでまあ買いたいと思えば買いますし。もう全然支離滅裂だね。まあ実際その商売っていうものをやったことない、まあ、素人なんでもうでものづくりを知らない人がね、ものを作ろうなんてもう大変なことだわ。だってあなたが言ってることはね、泳げないけどもね、俺は命がけで泳いでいくわと、水の中に入っていくようなもんだよ。入っていくわな、泳げなかったら。もう店なんか作らんとインターネットで売ればいいじゃないですか、自分で売ってる人に。200何十万円だから店は作んないんでしょ？いや、店出します。あ、254万円で、はい。どこに？今は三軒茶屋近辺を。ああ、5坪とかそういうところ。はい。何坪？部屋は大体そうですね、20平米ぐらいですね。ああ、20平米ってことは336坪で、まあ本当に簡単になんですけど、まあ自分でデザインを描いたものがあるんで、もしよかったら見てもらっていいですか？コンセプトっていうのか、ブランドって大体コンセプトが決まってるじゃないですか。はい、変にコンセプトとか、そのこういうものを作りたいっていう決めないで、その時その時思いついたデザインを。あなたの考え方だと今お客さんは次から次に変わっちゃうっていうことになってしまいますよね。いろんなコンセプトのものを作っていくから、はい、割と固定客が少なくなっちゃうっていう可能性はないんですかね。固定客別に作らなくてもいいと思うんですよね。なんかもうむちゃくちゃな感じじゃない？いや、ちょっと待って、まだ聞いてるんで、そのブランド。ブランドを作りたいっていうからには、どんなブランドを作りたいんだっていうことが大前提でできてないと、今の話を聞いてるとただ単に T シャツを売りたいっていうのにより近いんじゃないかなと思って、まあ、T シャツじゃなくて他のパンツとかアイテムとか時に、パンツと靴を合体させるっていうものにさっきあったんですけども、イラストの中に、それはまあ僕が見たことないんですよ。そういうなんかパンツと靴の一体型のパンツとか。そうするとものづくりっていうのはそこに技術がいるわけであって、ある程度の技術を知らないと、最低限基本的なことを知らないと前に進まないような気がするわけよね。それはこれからの勉強して、一番初めに作りたいものはその T シャツとかなんです。パンツとかはその後々作りたい。自分ができない部分は要するにアウトソーシングするわけですよね。だからそれで十分作れると思うんですよ。はい、だけどどうすればそのブランドがきちんと育っていけるか。もう自分自身がブランドになる。なるほどね。なればいいと思うんです。もう自分のライフスタイルから全てを、もうこのブランドは俺なんだみたいな。俺はこのブランドなんだ。海君さ、はい、さっきの話でいくとさ、13から16までジャニーズにいて、はい、歌手になりたくて辞めた。今度16から21までが何してたんだっけ？もう歌やってました。形が残ったものは何がある？21年間で何でもいいから。歌ですね。 CD 出しました。CD に出すっていうのはその T シャツ作るのとまして売れてなんぼなんだよ、形に残るっていう。だからさっきのジャニーズでどんだけ売れたか分かんないけども、形として万円なのよ、年収で。っていうのはこれは形に残ってないとましなの。万円だと人間と暮らしていけないから、そのこれは成し遂げたんだっていう、自分の目標に成し遂げたんだと、何か成し遂げたことがあるのかなと。それが例えば当たったとする、当たったとしてもまたやめちゃわないかなっていうのと、あと自分がブランドだっていう時に何も成し遂げてない人はブランドにならないはず。尾身さんのブランド、すなわちブランド尾身ですよね。そうするとみんな尾身さんには憧れないとダメですよね。尾身さんかっこいいと、尾身さんの人生に憧れてるんだと。自分がどこを目指すのか、ただの T シャツ屋の売り子でいいっていうんだったら否定はしません。だけど自分がその尾身のブランドを作っていこうと、やっぱりそこまで考えてんだったら自分でもここはぐっと勉強するべきですよね。じゃあ学校に行ったら有名なデザイナーになれるかと、そうじゃないよ。でもそうじゃないところで学ぶことってあるはずなのに、それを自分がせずにね、今じゃあなんでホストで働いてるかってことだよね。なぜホストで働いてるの？生活のため？そうです。でもさ、今自分21で健康な男の子だろ。だったら別にホストやらなくたって自分でその何がしかの学校に通いながら2つぐらい職持ってさ、がむしゃらにやることだってできなくはないよな、そこから逃げてると言われてもしょうがないよね。自分がそうではない、全然違うところでね、自分を成り立たせていこうと思ってることが、俺はちょっとなんか甘いような気がしてならないんだよね。まあでも、何回も言いますけど、やっぱその俺だから作れるっていうのもやっぱ作りたいんですよ。だって天才じゃないもん。だったらデザイナーの学校に行くとか、どっかに就職に就くとか、本見るとか、そういった縁に触れなかったら全然センスなんて出てこない。もうまあ早いわ。なんか継続するね、力がすごく軽薄そうに見えちゃうんだよな。ビッグビジネスになる可能性が見えない、全然。あ、この子がこれやりだせばひょっとしたら化けてすんごいことになりそうだなとか、そんなワクワク感が少しでもあれば考えるんだけど、なんか全然ない。でいつやめんだろうって、また本人苦しむだけだろうなとかね、そんな感じだな。尾身君さ、今話聞いててさ、皆さんすごく正しいことをおっしゃってるんだけど、聞きないだろ。俺が尾身君だったら聞かないもん。だって俺尾身君の年の時に、ちょっともうちょっと前か、大学行っとかなきゃいけないんだよっつって、勉強しなさいっつって「はい」って言いながら遊んでんのよ。それを続けてた結果が大学受かんないわけ。なんでかなって今考えてみると、要するに勉強しなさいっていうのは頭では分かんだけども、実感で何がこれ役に立つのかっていうのは分かんなかったわけだけども、そこから社会に出て今月言われた通り働くと3学級便でくて40何万もらえるとか、こんだけの金もらえるんだから働かしちゃ申し訳ないよなみたいな、何かその自分の中の働く正義、努力する正義みたいなのが生まれてくるんだ。で僕はそこで給料もらっちゃうってところから正義ってのは生まれたのよ。だってお金もらうんだから、その分それ以上喜ばさなきゃいけないわみたいな。その学校の時って勉強しなくても損するの自分だったのよ。だったら自分が損するのいいじゃないかみたいな甘えがあったんだ。そういう部分で何か僕すごく皆さんいいことをおっしゃってくれて、僕も本当はそういうこと言おうかなと思ってたんだけど、ただ言っても多分分かんないんだよ、21で。ですよね。で多分ね、何か失敗したらいいんだよ、いっぱい。それは金を出すとも取れる言葉。ソフトオンデマンド株式会社代表取締役高橋がなり、明らかに今回の元ジャニーズジュニアに興味を示すがなり、この後まさかの発言を。ビタミン剤な。ソフトジャパン株式会社代表取締役社長南原達樹43歳。この後元ジャニーズジュニアにも冷酷な一言を。株式会社モノリス代表取締役岩井義明43歳。この後熱血漢岩井が高橋がなりに物申す。そして株式会社生活倉庫堀之内は高橋がなりを最もよく知る男。元ジャニーズジュニアに対し、この後盟友2人が火花を散らす。多分ね、何か失敗したいんだ、いっぱい。それは金を出すとも取れる言葉、元ジャニーズジュニア大逆転のマネー成立かっていう部分でやってみる。240何万なんて僕何でもなくて、それよりもただあんのが失敗した時に体で返してっていう。僕ね、元ジャニーズの AV 男優が欲しい。もし失敗したら AV になりますよ。なんかそんなにやりに言われても嫌なんだけどさ、多分失敗するんだよ。ただいや、でもやっぱり失敗するって気持ちはもちろんないですから、自分で。でもさ、今君が絶対失敗するって前提だからな、はい、それだけ分かった方がいいよ。確かにそうなんですけど、なんだろう、悔しい部分とかあるじゃないですか。だからだってやってみないとさ分かんないじゃん。俺昔よく言ってたのが、熱いやかんに触ったらやけどするって言われて、はい、どうやけどするのか分かんないんだ。俺に触らせてくれって触る人間だったのよ。あちちちちっつって。経験主義、周りの子はなんかテレビとかで活躍してると焦っちゃうんだよね。でも21だから焦る必要ないんで、ただその前に一回失敗してもいいよと、その代わりお金返してねと、返せない時にはうちの会社で何らかの形で使うよと。理想でいうと男優さん、男優さんでいうとギャラが多分増える。21だったら全然まだ平気なんで、その条件でよければ僕は出してもいいかなっていう。まさか高橋社長ダメ人間を一人作るんじゃないですか。いや分かんないです、そんなことないと思いますよ。彼はね、どっかで自分本気で反省した時に変われると思うんだけども、ただその時にあんのがやっぱりね、救ってくれた人がいるかいないか。もしこれで僕が失敗しなかったら僕が笑うわけですよね、うん、そういうこと。そうや、うん、僕は笑います、絶対に。高橋さん、254万円でよろしいですか。はい、ではこの時点であなたの希望額に合計額が達しましたのでマネー成立です。手書きなんで、はい、証拠ありますので、じゃあ254万円頑張って失敗してください。はい、期待してます。はい、成功します。今日言ってもらえたことを、どれだけ自分ができるかも試したい。まあ絶対僕は笑います。期待してます。はい、ありがとうございました。はい、どうもピグモンです。はじめまして。僕自身現在無料ブログを使うだけで安定して25万円近くを、ずっと稼ぎ続けることができています。詳細はですね、この動画の下に貼ってあるリンクから、メルマガに登録できますので、ぜひそこで無料でブログを使うだけで、お金を得る方法を学んでいただきたいと思います。翌月に3万円をゲットしたりですとか、難しい作業も一切ありません。そして、稼いでいる証拠の動画もたくさん撮ってありますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは失礼しました。